はい、皆さんこんにちは、なつきです。今回はですね、背景を描き入れることで絵は一気にリアルになるということで、鉛筆画で、大谷翔平を描いてみました。それでは早速描き方解説の方を始めていきたいと思います。使用した鉛筆は三菱のハイユニの 10B から 5H ぐらいまで使ってます。で、制作時間は約10時間となっております。まあ、背景描いた分でいつもより時間は少しかかったかなと思います。使用した紙は A4 のケント紙です。なので、まあ A4 の剣都市に、まあ見ての通り結構小さめな顔から描き始めてるので、腰より上から描いているので、まあ、その分各顔のサイズとかね、各パーツのサイズっていうのもとてもちっちゃくなってます。今回はまず初めに描き出した時に僕背景を描く予定はなかったんですね。なのですが、大谷翔平を描き終わった時点でなんか物足りないなと思って、まあちょっと初めに大谷翔平だけを描いた完成を見ていただきます。こんな感じなんですけど、作品として少し物足りないというか、まあ、そんなちょっと感じだったので、急遽路線変更で背景を描き足してみました。なので、まあ、本来初めから背景を描くって僕の中で決まっていたら、いきなりこう顔から描き始めていなかったんじゃないかなと思います。まあ、初めに今回はこういうふうに完成をお見せしたので、ゴールがどこなのかっていうのを、まあ、どういったゴールに向かって今描き進めているのかっていうのを、まあ、ちょっと想像しやすいんじゃないかなと思います。で、まあメイキング動画の方に戻ってきているんですけど、まあ顔のサイズはそうですね、4センチ4センチぐらいの正方形に収まるような小さいサイズで描いているので、ほんの少しの影の差や目の角度とかね、各パーツの角度、コントラストっていうのを間違えてしまうと、とてももう別人のようになっちゃうので、そこを注意して描きました。同じようにね、人物の虚像というか、まあ、腰から上を描く作品っていうのを、まあ、他に動画ありますので、気になる方はまた見ていただければなと思います。まあ、大谷翔平選手はエンジェルス所属なので、ユニフォームは今描いてる帽子とかも赤色です。アンダーシャツ、帽子は赤色なんですが、でグローブも実は半分赤半分黒みたいなグローブを使っています。なので、それを鉛筆で表現しようと思ったら、本当に白黒の世界なので、ちょっと難しくて。ただ、まずエンジェルスっていうのを知ってる方からすれば、これは赤色に見えるかもしらんけど、まあ、全く知らない人からすれば、何色のユニフォームなのかわからないって感じにならないように注意しながら、まあ、本当にコントラストっていうのをいつもの作品以上にとても気をつけて描きました。エンジェルスの赤って原色に近い赤で、まあ、本当に、なんていうんですかね、濃い赤っていう印象を持つかもしれないんですけど、赤色ってそもそも白黒に直すと、とてもね、薄いんですよね。なので、まあ赤だからってことで筆圧強く濃い鉛筆でゴリゴリ描いていると、それは、まあ、完成した時に黒に見えちゃったり紫に見えたり、まあ赤とは程遠い色になってしまうので、まあ、初めに顔を僕描いたので、それとちゃんと対比しながら、肌色がこの色なら赤はこうなるだろうっていうのを想像しながら描きました。まあ肌色と赤色ってまあ近い色なので、白黒にした時に、まあ、そこまで大きな差はないって感じですかね。で、まあユニフォームは真っ白、文字は赤、まあ縁が黒色って感じなので、まあそういうものの、なんていうんですかね、作りって言ったら大げさなんですけど、まあそういったものを初めにしっかりと観察して書くことで、まあ、書き方っていろいろ変わってくるんじゃないかなと思います。ユニフォーム白色なので、まあ影の部分はしっかり書き込むんですが、それ以外、影というかシワの部分はしっかり書き込むんですが、まあ、それ以外のところっていうのはほとんど塗り残して、紙の白を使って白を表現しています。まあ、実際にこういう風に描いているところを見ていただいたらわかると思うんですけど、ある程度の暗い色、影の暗い色っていうのを鉛筆でふわふわふわっと色を乗せてこすった後、まあ、綿コットンを使ってこすってます。こすった後、消しゴムで色を抜いて、だからシワを描くときに暗い部分を描くんじゃなくて、暗い部分を先に乗せておいて白い部分を描くっていう方が僕の場合やりやすいので、細かい白色の白抜きの表現っていうのは後で消しゴムで色を抜いた方がやりやすかったりします。で、まあちょっと登場してるんですけど、鉛筆をカッターでカリ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 と削って、鉛筆のこの黒鉛の粉をまず違う紙に落として、それを綿コットンで叩いてこの画面に乗せていくって感じですね。で、まあここから背景を描き始めているんですけど、背景を描き入れることで絵を写真のように一気にリアルにね、こう引き立たせることができるんですけど、まあその時にもちょっとしたコツがあります。まず大谷翔平にピントが合っている作品を作っているので、作品を描いているので、
大谷翔平は鮮明に、背景はピンボケの表現で書いてます。ピンボケの書き方っていうのを解説している動画もありますので、気になる方はぜひこちらの方もご覧ください。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、境界線をほんのりと入れることでとても立体感、前と後ろっていうのがすごく差ができて、絵の中に奥行きが生まれます。僕今回このように消しゴムで白抜きをして境界線を作っているんですけど、別に白じゃなくて縁取る、まあ本当になんていうんですかね、さりげなくなんですけど、線を書き入れるっていうのも手かなと思います。でユニフォームの白のところは境界線を入れても目立たないので、まあこのアンダーシャツの腕の部分であったりグローブだったりっていうところに境界線を入れています。いかがでしょうか。背景を入れた方が、初めに見ていただいた大谷翔平の体単体よりもなんかグッと作品が引き締まってるんじゃないかなと僕は思います。どういった作品を作りたいかっていうので、背景を描く描かないっていうのは、まあ、自由に、まあ、決めていただければいいかなと思います。ということで今回の動画の中で出てきた注意点やポイントっていうのを、まあ、簡単にまとめると、 A4 サイズの紙に腰より上の人体を描いている分とても小さくなるので、各顔のパーツやちょっとした腕の角度っていうところを本当に気をつけて描くっていうことと、鉛筆画って簡単に言うと白と黒の2色しかないので、その中でコントラストのみでどういう風にこの赤色っていう色を表現するか、あとは背景を描き入れた時に、僕は今回主役は体とか、まあ大谷翔平なので、そこと背景との差をしっかりとつけるのがポイントかなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。夏希のお絵かきスタジオでした。